皆さんこんにちは、山上アリシアです。今私キッチンに立っております。そして私の後ろにはこの大きい冷蔵庫があります。今日何をするかというと、冷蔵庫の中身を紹介していきたいと思います。でね、私結構頻繁にインスタの方でストーリーでね、どういう企画が見たいですかっていうのを募集するんですけど、その中でも割とねリクエストが多かった冷蔵庫の中身です。正直本当はやりたくなくてね、ずっとね違うものをずっと探しながらやってたんですけど、冷蔵庫綺麗にしたのでそろそろいいかなということで今日は撮っていきたいと思います。冷蔵庫についてのタイマーとか、まあ、キッチンペーパーとか、あとね何でもいつでも測れるようにメジャーがね、なくさないようにここにいつも貼っています開けます。パッと見た感じこんな感じです。すごいいっぱい入ってるねすごいいろいろあるからパーッと説明しちゃいたいと思います。最初はもうほとんど入ってなくて予備があるんですけど、バターケースです。こういうカッターがついてて、それで 5g ずつとかかなにカットできるバターケースです。確かこれ私ニトリで買ったと思います。あと漢方ドリンクだったり、これもこれはいただいたエビ油で、毎朝食べる海苔の佃煮と、あのなめたけ、ほとんどもうないけど、ここはもう黒七味とか山椒とか七味、あとラー油。次の段もねほんとパンパン入っていて、こちらはいただいた桜のね塩漬けになっています。生姜醤油麹、キムチをね作った時に使ったナンプラーみたいな、サラーズデーのボディーブルームサプリみたいなのと、奥にはオイスターソース、鶏ガラスープの粉とチャミスルが2つ入っていて、チャミスルあんまり飲まないからねずっと入ってるんだけど、このしゃぶしゃぶのタレね、北海道の人だったらわかるんじゃないかな。もうこれが大好きで、あの冷凍庫にね私今大量にラムのしゃぶしゃぶ肉が入ってるんだけど、それと食べるタレです。そして下は調味料エリアですね。わさびなぜか2つあって、生姜、ホースラディッシュ、からし、にんにく、つゆの素、ゴールド、にんべんのものですね。で白だしも同じブランドで、あの調味料の方は私詳しく別の動画で上げてるので、気になる方はそっちをチェックしてみてください。ホワイトバルサミコ酢とクロースと普通のお酢と、あとはケチャップとマヨネーズ、仕切りもね入れてて倒れないようにしています。大山阿夫利神社からのお水と、あとは柚子酒、あとはあの日本酒ですね、紙じゃないようにこの2つはあるんですけど、はい。そしたらこっちをね紹介していきたいと思います。で、まあ納豆がいっぱい入っていて、これは最近ねインスタにもあげてたんだけど、みかんのジャムを作りました。キムチが大好きなのでキムチはこれを食べていて、白味噌も2つあるんだけど、これがまだちょっと残ってるから奥の方に入れてます。ビビゴのねコチュジャン、化学調味料とされてるのも1つしかないから、結構私はこれを気に入って買うことが多いです。でその下は手作り味噌です。こっちも手作り味噌で、こっちから使うようにしています。2段目はまあ、卵がずらっと並んでいて、なるべくローカルのものだったりとか、あとまあ平飼いの卵をなるべくゲットしようとしています。でこれは明太子あとこれはトマトと新生姜のサラダと、こちらナスの南蛮漬け、これはオクラを塩茹でしたやつです。朝とかね急いでる時でもパッと食べれるように準備しておくことが多いです。だいたいここら辺に作り置きしたものとかすぐに使えるものを置いています。はい、最後はこんな感じ。すごいね、なんか
ネギの主張が激しいんだけど、野菜室にねちょっと入りきらないから、いつもね長くてここにだいたいいます。でこっちの方の瓶は全部日本酒です。神棚からいただいた日本酒で、まあお料理にもよるけど、これでお料理することもあります。鶏のひき肉だったりとかイカが入っています。あとこっちには R1 があって、後ろはお酒ですね。本搾り私結構大好きでいつも買っちゃいます。え、野菜室いる？説明。でもまあ適当に、分かりやすく、自分には分かりやすく、いろいろとぎゅうぎゅうにお野菜が入っています。冷凍庫もいっちゃう。冷凍庫はねすごいパンパンなんのよ。片言になっちゃってる。まず上にはね、まあ後ろにはいただいたボタンエビ、冷凍のやつだったりとか、チーズも袋から出してちゃんとジップロックに入れて、いつも使えるように冷凍しています。でチーズを選ぶときは、こういうチーズを選ぶときはセルロースが入ってないやつをなるべく選ぶようにしています。あとは冷凍ご飯、これは炊き込みご飯ですね。食パンも食べきれないので冷凍してあったりとか、あとはふるさと納税のイクラだとか、こっちはデザート系かな、冷凍したバナナとかいちご、これもいちご、あとはブルーベリーで、後ろにはねアイスゾーンがありますって感じが上です。下はねもう見てパンパン。さっき言ってたラム肉のしゃぶしゃぶをね、もう3パック、これをねしゃぶしゃぶするんだけど、あのタレと大量の大根おろしと一緒に食べるの、それが超美味しくてもう大好きで3パック用意してあります。餃子の残りとかのどぐろも買ってあります。こっちは鮭の西京焼き、自分でつけたものを冷凍してたりとか、こっちは豚の西京焼き、これもすごく美味しいの。あとは海苔を冷凍してたりとか、これは自分で作った時のキムチの素。後ろにはねこれ全部、ここからここまで全部餅なの。おばあちゃんがさ、私がよもぎ餅大好きってこと知ってるかな、すごい送ってくれたんだけど、20個以上送ってくれたの。はい、っていう感じでいかがだったでしょうか。こんな恥ずかしく感じることなのかな。なんか本当になんか見られたくないところ見られたって感じ。でもね一応、うん、しかもなんて言うんだろう、一応自分の中ではさすごい綺麗にしたつもりだから、みんなにどう思う、どう見えてるのかがわからないっていうのが、やっぱそれが多分不安なのかも。それでは今日も最後まで見てくれてありがとうございます。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。